クリスティーナ・コールはイングランド出身の女優である。2004年から2005年にかけて放映された TV シリーズヘックスのキャシー・ヒューズ役で知られている。ロンドンで三人兄弟の第一子として生まれ、下に妹のカサンドラと弟のドミニックがいる。父は自動車運転の指導者で、母はテレセンターのマネージャーである。コールは オックスフォードスクールオブドラマで訓練を受けて2002年に卒業した。コールはコリンファーストアマンダ・バインズが出演した2003年の映画ロイヤル・セブンティーンにクラリッサ・ペイン役でキャスティングされて撮影のため通常よりも早めに卒業した。次にコールが出演したのはクルーイド・シアター、カムリのプロダクションによるロミオとジュリエットのジュリエット役で出会った。最初の主演は TV シリーズ、ヘックスのキャシー・ヒューズ役で、第1シーズンと第2シーズンの3話までのエピソードで、キャシーを演じた。しかしコールは、第2シーズン3話で出演を終わりにしたので、キャシーは殺されて、エピソードが終了した。コールが去ることによって、共演していた、ジェマイマ・ルーパーは、このシリーズの定期出演者となった。次にコールが出演したのは、BBC の TV シリーズ。 ジェーン・エア・のブランシェ・イングラム役であった。そして、ドクター風のエピソード、シェイクスピア・コードに、リリス役で出演した。コールは、デイビッド・テナントと共に、第3シーズンの、このエピソードで、DVD の音声解説に参加した。他には、2006年の映画、007カジノロアイある』でのオーシャンクラブホテルの受付条約、コールのアメリカでの TV 初出演となった、ケエンのエピソード、 パイロットでのダイアナマン役に出演していた。また2007年の映画、今日も僕は殺されるで、ジェニー・ウォーカー役、2008年の映画、ミス・ペタグル・ライブズ・フォー、AD で、シャーロット・ウォーレニー役、ITV のソールド・デ・メル役での出演があった。コールは2008年の、ジェイン・オースティンに恋してのキャロライン・ビングリー役で、再び、ジェマイ・マルーパーと共演した。2009年、 名探偵、ポワロのエピソード、死との約束に、サラ・キング役、パイロット版、マギー・ヒルで、マギー・ヒル役、映画、サバイビング・エビルで、ナタリー・メンズゥザ役、ビリー・ゼインと共に、フィービード・ドレイク役、ジェイク・ウェスト監督の映画、ゾンビ・ハーレムにダニー・ダイヤー、ビリー・マーレーと共に、キャンディ役で出演した。2012年のシャイアン・ジャクソンのメガボルト、ビフォー・ユーに出演した。 2015年から、コールは、USA ネットワークのシリーズ、スーツ、スーツに、ドクター・ポーラ・エ画ガード役で出演し、NBC シリーズ、ザ・ブラックリスト、ブラックリストのエピソード、ジンに出演した。また、ミセス・スポート役で、トミーとタペンス、二人で探偵を、に三つのエピソードで出演した。2016年、プレイハウス・シアターで、ワールドプレミア上演が行われた。 ザエンド・オブ・ロンディングに、スティービー役で出演した。マシュー・ペリー、ロイド・オーウェン、ジェニファー・マッチと共演したものであった。ありがとうございます。